NHK をぶっ壊す。 NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。あとは楽しんだらいいんじゃない。いや、その政治家って楽しんだらいけないみたいな、なんかない。決まってない。なんか政党の人たちってみんなきっちりしてなきゃいけないみたいな、そういうのを完全に僕ちゃぶ台ひっくり返してるわけですよ。好きなことしか言ってないから。で、尾崎さん楽しいですよね、うちの党ね。楽しいよね。だって楽しく生きることを国民に見せることが一番の政治じゃない。うん、そうです。ありがとう。そうですよ。だって俺たちが楽しくなければこの拍手。いやでも本当そうなの。俺たちが楽しいからみんなも楽しくなろうよって。だから楽しければ病気にもなりづらいし、健康一番楽しいが一番いいのよって。でだから変な言いがかりつけてくる人は無視してればいいの、本来はね。支持者を増やそうとするよりも文句言ってくる人は、いやもうね、悪いけど俺に文句あんねやったら俺に絡まなきゃいいじゃん。そうでしょ。絡まなきゃいいねんって。あなたはあなたの楽しい世界で遊んでたらいいから、できるだけ絡まないでっていう考えなんですよ。これがね、これからのネット時代だと僕は思ってるんですよね。